スッチソは1,2,3,4,5,3枚残り、同じ3対3ですけど、ここは出やすさが圧倒してます岡田。ただ打点は秋です。出上がりダメなんでしょ。いいんですよ、この方。いや、なんていうのかな、変化が乏しいんですよね。だからこうなった以上は自敗短期も面白いかなと思いましたね。みんながね、はい、ファッと切ってくれる牌ですもんね。そうなんです。でも二間日になったらベタ折りしますよね。あ、そっか。ごめんなさい、9層1枚出てますね。ごめんなさい、2枚残りですね、失礼しました。太郎の第1弾にあります。はい、2対3だ。いい勝負だね。出やすさも含めてですか。うん、スチソは出ないもんね。須田さん、ちなみに岡田と秋はどっちが好みですか。手配の話ですよ。え、手配の話で、この急走短期の5200と短期スチソリーチ単用ピンファか。裏ドラはありませんが8000点。まずは風林火山に街道秋が大きな上がりとなりました。今季ね、キーマンに、チームのキーマンに指名された二階堂秋、レギュラーシーズンは大苦戦となりましたが、セミファイナルではもう大大大活躍を見せてくれました。何しろ6戦4トップですからね。すごいね。はい、もう大活躍してくれたんです秋が。ファイナルに入ってもね、トップを取ったんですが、その後が続かず、今は準優勝という、狙いに狙いは変わっている可能性が非常に高いです。さあ、この2局親岡田に変わります。風林火山旋風がね、吹き荒れたセミファイナルは秋ですか。はい、そうなんです。まあ何しろ風林火山の大エース勝俣健二を温存しましたからね。そう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 、勝俣3戦しか出なかったんでまあそれほどこう大丈夫だったんですよね。余裕があったんですよね。このファイナル2位でパイレスとほぼ同着でね、入ってきたんですが、途中から運命は大きく分かれました。そうですよね、失速はびっくりするぐらいの失速でしたよね。そうですね、300以上負けたんでしょ。そうなんです。特にですね、5月の13日これ秋ルミで4着4着となった日が、まあ、パイレーツが水原優でトップトップ、はい、あ、この日に大きく2チームの、たもとが分かれたという格好ですね。その日で215ポイント対257ポイントだったんですよ。で、40ポイント差で迎えた天下分け目の大戦でパイレーツが寄り切ったと。すごい寄り切り方、2連発ですからね。寄り切り方がすごかったもんね。はい、この時は大三元の、ね、可能性があるような場面で優がリーチを敢行して上がりをものにしたというね、本当に印象深いシーンもありました。思い返せばあの日っていうのはいくらでもあるんですよね。そうですね、本当にその日その日の一瞬一瞬が、まあ、残りゲーム数何ゲームとかも関係ないと思うんですよね。何回見ても思う、その日その日全力投球ですよ。うわ、これ難しいな。チーソーからいったイーシャンテンです。数層切る手もあるんですけどね。うーん、あ、数層ですか。なるほど、統一をほぐすような。一応両面系狙いで、はい、ほぐしちゃうっていうね。須田さんは今年も最後まで両面がお好きなんですね。麻雀は両面でしょうだけどさっきの手は急走短期のが好きだった、ね、好きだったんだけどだからその瞬間その瞬間、これよ、数層切っておくとこの小層周りの角をカバーできる。数層と小層ドラドラですよ。いやいや、ナイスタイミングで優が切ってるんですよね。でもこれ秋としては別に鳴かずとも両面三面じゃない。これ今でも両三個は大きいか。ポンしますね、出たらポンポンしますね、うん、まだ話し時がいいもんね、優はね。いや本当に絶妙ですよね。鈴木優、今季個人 MVP、 そしてチーム優勝がもう目前。佐々さん、過去にですね、個人タイトルを持ちながら優勝した選手いないんですよね。MVP だけじゃないですよ、最高スコアとか4着回比率とか、はい、全て含めて個人タイトルプラスチーム優勝っていう選手がいないんですね、過去5年。初めてだ。優がおそらく今そこの、栄光にね、本当にもう手がかかってると言っていい状況です。だってチーム優勝個人1位、ちょっとえばりたいですよね僕ならめちゃくちゃえばっちゃいますね。エバールって、はい、ただ高くなるっていう言い方、イバールじゃないのね、イバールね、イバっちゃいます、イバっちゃいます、それ静岡県、静岡県でも出ましたねイバりますね僕は。素晴らしい成績です。すごいですよね、なかなかね、みんなそうしたいなと思ってもできない、うん、
成績。はい、プロ野球って結構さ、結構さじゃない結構あのだ打率三冠王とか例えば取ったチームって結構優勝したりするじゃないですか、はい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 、ホームラン王がいるチームが優勝したり、はいはいはい、直結するんだよね。結構あのリンクしやすいと思うんですけど、過去一度もそれがないっていうのも不思議だなっていう感じがしますよ ね、 したね。岡田はここは難をほぐしてピンフに向かいます。さあ秋3面3面ちゃんまだ入らな い、 いや入れ早く入らないと。本当ですね。ユーも早いイーシャンテンだったんですけどね。ドラムも話してますからね、はい。いや絶好、このきついリャンピン引いてきた。よく引いたね。絶好のウッパーピン。親ですね。はい。ただ秋だってそう簡単に降りられないぞ。ただなんと追いつ落としはちょっとやっぱ怖いかな。怖いね、はい。さあウッパーピン。赤ウッピンあるのかな。赤ね。赤ウピンありますね。イーソーワンチャンス。ただ3ピンとセット。ちょっと待って。3ピンもワンチャンスですね。いった、いった、いった。プッシュ、プッシュ。ウーピンが秋からは3枚見えています。サブローピンの両目待ちもワンチャンス。赤ウーピンやでー。裏は木線オール。裏やでー。土田さん。はい。シーソー切るとき何ておっしゃいましたっけ。一発で積もってましたね。いやー来ました。リーチ、ツモ、一発、ピンフ、赤、ウラウラ、6000点オール岡田さやか。見事ですね。見事ですね。さあ、まあ、岡田としてはね、こう優勝はかなり厳しい状況にはなりましたが、ファイナル進出最低限のチームの目標はクリアできたんではないでしょうかと、個人的には、セミファイナルマイナスしましたが満足したシーズンですと。充実してますよね。そうですね。